The person who says the stupid things in the video is either the president of Brand Buyers or just an idiot. Good kids, shitty kids, and adults who are mentally young. Please don't try to imitate it. はい、こんにちは。こんにちは、フレッドランド響きです。ブランドバイヤーズ社長でございます。ヒップホップですね。そうですね。なんですけどね、まあ、ラップティーもあればオフィシャルもあればで比較的クオリティが高い内容となっております。でクオリティと一言で申し上げましても、 T シャツのデザインですとか貴重性ですとか、まあ、かっこよさとかそれのクオリティはもちろんのこと、なぜクオリティが高いかというと非常にコストパフォーマンスがいいということですね。それも含めてぜひ最後までご視聴いただければと思います。まあヒップホップの T シャツですけど、ヒップホップでも思わずデザインで来てほしいですね。今までやっぱりグレートランドをご愛顧いただいているお客様っていうのはロックティー、まあ、バンティーがメインだと思いますけど、ちょっと遊びで数枚つまんでいただいてもいいんじゃないかなと個人的には思っておりますということで、最後までご視聴よろしくお願いいたします。行ってみましょう。はい、いい T シャツですね。1着目からもうこれはね、僕ウータンの中でもピカイチだと思ってるデザインでして、まあ、バックプリントがこのタイプっていうのも非常に嬉しいポイントなんですけど、これはアッシュグレーしか存在しません。そうですね、はい、いやこれね本当にいいと思うんですけどね、普通に黒のパンツに合わせるだけで、なんか全体のバランスとか色の感じとかもう本当まさにあれですね、トラビスのあれ、奥さんの妹さんが着てたっていうのはあるんですけど、うん、ただまああれは別に着てただけで、試合がなんか感染症の時やんな、一応着てて、うんうん、まあ、女性の方が着てもいいなと思ったんですけど、ただもうこれは本当なんか、うん、そうですね、僕は非常に僕も響きも気分的に今年の春は結構グレーの T シャツにチャレンジしてみようかみたいな、いやそうなんですよ、ちょっと思ってて、うん、なんかこう汗が気になるってみんな言うじゃないですか。はいはいはい。そんな汗かく？いやまあ結構わかる、人によると思うんで。そんな外で汗かく人が10枚以上です着る？いやまあ、まあ、どうしてもね多分個人差があると思うんで、無理な方はそんなね、その無理だと思うんです。そんな逆にかいた汗が恥ずかしい？恥ずかしいないですか？恥ずかしい？いや僕は思ったことないですけど、まあ結構気にされる方多いなとは思いますので。黒でも分かるくない？汗って。いや分かるっすけど、なんか演じもダメじゃない？そう、から結構カラーティー全般ダメになってきてね。ダメになっちゃうんで、そういう発汗性あるなんか発汗性なんか肌着じゃないけど、うん、なんか下に着るやつが今あるんですよね。ああ言ったらその外に染み出せないよみたいな。汗かいていきましょうよ。別に着ていただいたら、まあ、着れるとは思うんですけど。滴る汗ってかっこいいじゃないですか。いやまあまあ、まあ、男性目線はねそうかもしれないけど、また女性は目線が違うかもしれないです。そこに関してむしろその汗かいた女性も素敵じゃないですか。いやまだそういう話になるとちょっと脱線していっちゃうからあれなんですけど、はい、やっぱりこうね、まあ、話戻りますけど、これはウータの中でも僕はかなりいいなと思っちゃうかな。メンバーがこうモノトーンのことで描かれてて、ブルーとレッドおよびこれがね後ろの文字もね黒じゃなくてねグレーなんですね、こう色合わせてきてね。この辺りもいいと思います。よろしくお願いします。はい、めちゃくちゃ珍しいやつですね、クリーム。1枚だけ販売しましたっけ？過去にしたはずです。したっすよね、うん、ブートです。こんな感じになってます。いい T シャツです。はい、まあ、ウータンのねこの手のデザインなんて、まあ、なんですか、注目された時、うちでも大量に、まあ、ラップティーだったり入れた時っていうのはやっぱり現実的な値段じゃなくなってたんで。でね、多分ねもう次も言っていいんですけど、同じ業者が作っとるんですよねこれ。そうというと、え、なんか感じ一緒じゃない？ブートの後ろの感じと多分同じ業者が作ってたもんね、これ。ほうほうちゃう？いや、分からんすね。まあ、大塚さ、いや、まあ、いや、分からんすね。まあ、なんとも言えないですけど、まあ、よう見た、まあまあまあ配置で、どっちが好き？めっちゃどっちもいいけどな。まあ、でも嫌いやったらこっち、そうかな、やっぱりね、うん、着やすいかなとは。俺もそうかなと思うんですけど、背、こっちの背面がね、かっこいいね、かなりかっこいいから、かなり難しいとこではありますけど、はい、お願いします。まあ、ウータンのロゴティーってこの前出したらペンキまみれのやつも即お買い上げいただきましたし、はい、皆さんやっぱり欲しいと思うんだけど、響きが何度も言ってますので、今まで非現実的なプライスだったってことがね、はいはい、ただ、まあ、まだここまで来ると現実的なプライスですので、はい、しかももう最近市場で全く見ないっていうのも、そうですね、はい、かなりまあポイントとしては抑えておくべきかなと思います。はい、よろしくお願いします。ウータンはそうなんですよ、うん、皆さんニルバーナに目が行きがちですけどね。次もウータンです。その次もウータンなのに2枚1本いきませんか？ここまでで最後かな。はい、はい、
これもメズラーですね。これもねストップにあったんですよ。すごいですよこれ、はい、まあ、こっちもな、どっちも初めてか。これも初めてですよね、うん、販売。なんで僕その響きが右手に持ったやつ初めて見た気がするんですけど、そんなことないですよね。ストックにあったから。これはストックにあったっすよ。初めて見たわと思って。あ、でも多分だから、うん、なかなか、まあ、何年も忘れてたやつだと思います。だ 割ると思うんですよこれ普通に仕入れるよね、あの販売ってなると。でもうインスタグラムも僕ら毎日見てますけど出てこないんでね、出てこなくなった、他の売ってる人が見ててもね、うん、はい、すごい T シャツ。こっちは、まあ、もちろん初めてでしょ、うん、これは、はい、これはでもお買い取りした覚えてるわ。あ、ほんまですか。2年半ぐらい前に店頭でお買い取りさせていただいた記憶が。あ、そうやったの、うん、すみません、僕はちょっと全然ちょっと記憶なくて。はい、はい、よろしくお願いします。トライブコールドクエスト、これはまあ、あ、次も一緒に行きましょう。これはね、そうなんです、ドライブコールドクエストのラップティブートと、ブロッカムタグのトライブコールドクエストのオフィシャルで、サイズがオフィシャルは L。 こっちはまあ L なの、これ L なんでかいね、ブロッカムの L。 はい、まあまあ確か前回販売したのが比較的大きめだったので、うん、まあまあまあいいんじゃないでしょうか。でこっちはおそらく XL かな、うん、ですね、はい、はい、珍しいっすよこれ。珍しい。こんなないっすよ。ないっすよ、ほんまにない。これもレアなんですよ、めっちゃ。まあまあそう、 どっちもっていうか このグループ自体の T シャツが珍しいです、うんうん、そもそも、はい、はい、お願いしま お願いします。次、マージの箸休め、もう全然 Y2K です、アイスキューブ、はい、まあ、お安くしておきます。これもねストックにあったんで、うん、出しましょうってことで、まあ、さらっと購入ください、購入してください、はい、あ、次いい T シャツですね、フェードも抜群、はい、これかっこいいですよね。チェックヤーセルフビフォアヤーレックヤーセルフ、何回ヤーヤー言うねん。そうですね、3回言ってますね。アイスキューブ、はいはい、アイスキューブって男前なの、どうなんですか。誰が一番モテたんでしょうね、イージーとドクタードレーとアイスキューブ、3人のうちってことですか。うん、やっぱイージーかな、じゃないですかね、うん、リーダーそういうイメージがありますけどね、うん、そういう人がかっこいいね、パツパツに入ってる感じが。これアイスキューブは僕社長に言われたネットフリックスのやつ見て、うん、へーって、まあ、ストレートアウターコンプとか、うん、へーってなったんですけど、詩人ですか、詩人、そうですね、結構真面目というか、こんなに怖いのね顔描かれてたんで、実際ね頭は一番いいんじゃないの、なんすかね、ちょっとレイダースのキャップかぶってるところがね描かれてるのもポイント高いと思います。はい、お願いします。 E3 や E3、 E3 ですね、 E3 も2枚ペンに行こうか、はい、これがもうラストで、うん、まあ、入れておりますので、この E3 の時ですね、はい、他にもパターンあるんです、 E3 以外も、はいはいはい、いろんなラッパーだ、当時のブート業者が同じの作ってると思うんですよ、みんなデルタなん で、 でこれ結構高いですよね、これ高い、このブートはこれ高い E3 です、はい、うん、あともう1枚、これもパックリとこんな感じ、こっちの方が着やすいっていう方多いかもね、うん、しれないですけど、まあまあ、ローリン・イン・マイ・64サングラスかけてるな、はい、まあ、チビですからね、EG 最近入荷もなかったですね、そういえば、うん、一時期結構入れてたことがあったんですけど、うん、結構 EG は人気あるイメージですね、ヒップホップの中で、まあ、まあ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 、はい、リーダーです、リーダーストレーです、中井くんです、まあそうですね、スマップで言うと、はい、中井くんです、はい、はいはい、まあ比較的着やすいデザインが多かったんじゃないかなと個人的には思っておりますし、クオリティはすごく高かったと思います、コスパも含めてね。本日夕方6時から店頭にてご試着およびご購入が可能、夜9時から下記概要欄オンラインストアにてお買い求めいただけますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーズ社長とブレートランの響きでした。バイバイ。